はブルームズタウン行きでございます。盛大なセレモニーが私を待っているの。ここなら会えそうだ。早く来すぎたかな。あ、トリノだ。ゲストはこの私、素敵なトリノ。おう、スズメさん、そこに泊まるのはちょっとまずいですの。なあ、何も見えない。もう可愛らしいけど前が見にくいからごめんなさいの。バイバイ、トリノ。いや、どうも。でよー。いや、はじめまして。そこをどいて。背の中は危ないですの。なんだって。聞こえないよ。そこを離れて。列車は急に止まれないの。なんか早くない？あ、挟まった。トリノはこの辺かな。そこをどいて。早くぶつかるの。来ないで。大変だ。武器危ないよ。タイヤが挟まって。今すぐ武器を切り替えてくださいの。なんで来ないんだ。ちょっと遅すぎない？なぜスプーキーは来ないのよ。もうすぐ始まるのに。うん、おかしいね。ヘリー、ジン、助けて。どうしたの？トリノが今にも谷に落っこちそうで僕が支えてるんだ。マウンテンレスキューチームの助けを呼んで。トリノがだんだん落ちてきてる。僕たちだけじゃ支えきれないよ。わかったわ。みんな今すぐ向かって。私はマウンテンレスキューチームに連絡するわ。了解。わかった、すぐ向かうから正確な位置を頼む。ありがとう、マーク。キャリー、急げるかい？もちろんさ、飛ばすから捕まっててくれよ。これ以上持ちそうにありませんの。もうすぐ仲間が来るから。もうすぐだ、準備してくれ。了解。俺たちは下から支える。了解、僕たちは上からだ。行こう。みんな早く。マーク、バッキー、急げ。任せろ。落ちるのを助けて。安心しろ、絶対に落とさないからな。ヘリ、ここは任せて、キャリーを手伝ってくれ。了解。準備できたよ。了解、引き上げるぞ。助かりましたの。皆さん本当にありがとう。よかった、無事だ。もうプレゼントを用意したかだって。ああ、なんでそんなことを聞くの。実はまだ何も用意してないなら、僕は惑星のボールセットが欲しいんだ。もう他のを買ってたらそれに交換してくれたら嬉しいんだけどな。でもプレゼントのことは秘密なんだ。だよな。そうそう、秘密だって。
ひょっとするともう僕に惑星のボールを買ってくれたのか。え、違うよブルナ、プレゼントが何でもきっと驚くからもう聞かないでくれ。わかった、君たちが教えてくれないならビルダーさんに聞いてみる。何、誕生日に惑星のボールセットが欲しいだと。うん、いいでしょ。前にプレゼントは新しいバスケットボールがいいと言ってただろう。そうだけど、こないだ見つけたのがすごくかっこよかったんだよ。あれをもらえるなら何でもする。ああ、プレゼントを何度もおねだりするのは良くないぞ。ビルダーさん、悪いなブルナ。もうこれは飽きた。これもだ、惑星のボールセットが欲しい。気をつけてな。それじゃね。あ、まだ早いのにどこに行くんだ。まさか。二人とも。ブルナ。やあ、ここで何してるんだ。あ、もしかして惑星のボールセット。マックス、僕のプレゼント買った？そうじゃない、何も知らない、僕もう行かなくちゃ。ねえマックス、どこ行くんだよ。おーい、ブルナーに気づかれたんだな。うん、お店を出たらいたんだ、何も言えなかったよ。困ったな、プレゼントがここにあるって分かったらブルナーは誕生日が来る前に開けてしまうぞ。今年は秘密にしなきゃ。去年はパーティーの前にブルナーにプレゼントが分かってびっくりにならなかったからね。土の中に深く埋めたらどうだ、隠すんだ。ダメだと思う、どれだけ深くても見つかるよ。ああ、思いついた、隠すのに完璧な場所があるぞ。完璧な場所？そうだ、みんな近くに来てくれ。隠すのに完璧な場所っていうのはな、実はあのプレゼントを隠す気だな。隠しても無駄だよ。あったぞ。届きそうだけど、誰か僕を助けて。誰か。おいおい、一体何事だ。落ち着いて動かずにじっとしているんだ。わかった、頑張るよ。ヘニー、井戸の中を見てくれる？うん。上の方にいるけど逆さまだよ、早く助けよう。ヘニー、そのままブルナーを見てて。了解。ロイ、アンバー、救出するぞ。うん、ロイ、いいわよ。よし、引き上げるぞ。いいぞ、しっかり。ありがとう。ブルナ、大丈夫？クラクラするけど平気だよ。無事で本当によかったよ。
知ってる？見下ろしているっていう怪しい奴の話聞いたわ。とっても怖い話よね。不安だわ。変装していくとするか。じゃあまたね。バイバイポスティ。充電を頼む。急いでくれ。わかりました。少し前へどうぞ。ん？何か落としましたよ。これって罠？まずい。ずらかるか。財布を忘れたみたいだ。ちょっと待って。さよなら。待ちなさい。ヘリー、何かわかった？まだ。あ、見つけた。ポリー、ポーチャーが森に入っていくよ。見張ってて、今すぐ向かうよ。ポーチャー、止まるんだ。ああ、わかった。でもいいか、止まるのはお前らだ。みんな気をつけて。ロイ、大丈夫か？僕たちは大丈夫。ポーチャー追って。わかった。ヘリー、ついてきて。了解。止まれ、ポーチャー。しつこいやつめ。諦めたらどうだ。マウンテンレスキューチームをすぐ来るぞ。あいつらか？それならとっくに始末してるぜ。こうやってな。このまま今引き上げる。間に合った。ポリー大丈夫？うん、なんとかね。二人がいなかったらポリーが危なかったよ。うん、助かったよ。ありがとう。とんでもない。でもどうしよう、僕たちポーチャーの行く先を見失っちゃった。おっと、実はポーチャーの隠れ家を見つけたんだ。え、早く教えてよ。うん、最初は俺たちだけで解決しようと思ったんだ。君がこんな危険な目に遭うと思わなくてさ。ふん、僕が正しかったね。ヘリー、いいじゃないか。とにかく居場所を知ってるならポーチャーを捕まえに行こう。うん、そうだな。今こそ協力していこう。ここだ。まだ戻ってないようだ。なぜわかるんだい？簡単さ、センサーを仕掛けておいたのさ。だから間違いないのさ。ハイテクだね。ポーチャーが来てる。みんな隠れて。了解。今だポリー。ポーチャー、どこにいる？やい、出てきやがれ。お前の後ろさって。おとなしくするんだ。お前らは。やあ、ポーチャー、よくも動物たちよ。いい加減に諦めるんだな。こんなロープで俺様を捕まえられると思ってるのか。ビリビリホイール。ホイットね。みんな、マーク、バッキー、ポリー、しっかりして。僕たちは大丈夫。ポーチャーを追ってくれ。やっと、簡単に捕まってたまるか。そうはいくかな。よっ、もう逃げられないぞ。おとなしくしなさい。ロイ、アンバー、最高のタイミングだよ。そこをどけやがれ。俺様を誰だと思ってやがる。こんな時に。もう諦めたら。ここから君に勝ち目はないよ。それはどうかな。待て待て、ポーちゃん。助けて。どうやら自分の罠にかかったみたいだね。後輪が挟まった。出してくれ。この箱をセイルに積んでくれるかな。ああ、いいよ。パシーの荷物を積み終わったらすぐやるからね。ありがとう、頼んだよ。ねえ、
セイル、今回の行き先は遠いのかしら。厄介な天気になりそうで心配だよ。そうね、天気が悪くなったら危険だわ。海の天気は変わりやすいから気をつけるのよ。やっと終わったよパシー。ありがとう。お次はセイルの番。あれ、いいか、よいしょっと。準備完了。レティ、どうもありがとう。行ってくるよ。行ってらっしゃい。潜入成功。やった、本物の冒険の始まりだ。まずい、雨が強くなってきたな。早いとここの辺りから抜け出そう。ずいぶん遠くまで来たぞ。ここまで来たらセイルも僕を追い返したりしないでしょ。ん？何の音？おい、苦しかった。誰かいるの？ロディだよ、驚いた。どうしてここにいるんだい？海を冒険してみたくって忍び込んだんだよ。僕も連れてって。それはできない、海に落ちてしまうよ。ライフジャケットだって言われた通りちゃんとつけてるのに。ダメだ、港に戻るからしっかり捕まって。お願い、いやだよ、帰りたくない、お願い。うわあ、落ちちゃう。大丈夫、ちゃんと捕まって。大きな波が来てさらわれてしまったんだ。大変だ、ロイ、アンバー、セイルを頼んだよ。ロディを探しに行ってくるよ。わかった。誰か助けて、僕はここだよ。どうしたらいいんだろう。そうだ、まず落ち着いて居場所を知らせなきゃ。よし、習った通りにこうやって笛を吹くんだ。エリー、何か見える？霧が濃くてよく見えないや。待って、何か聞こえるよ。ロディの笛の音だ。どこから聞こえてくるか見てくる。誰か助けて。見つけたぞ、ついてきて。了解。ロディ、ヘリー、ヘリー、浮き輪だ。よいしょ。もう大丈夫だからね。了解、さあ港へ戻ろう。セイルは無事なの？ああ、大丈夫さ。ああ、よかった。はっ、学校で火事が起きたら
皆さん、新しいお友達よ。おー、トカゲだ、トカゲだ。飼育係は誰がいいかしら。はい、僕やる。僕できるよ、やりたい。あら、チャールズ、今週はあなたにお願いしてもいい？僕？本当に？うん、動物好きのあなたならきっと上手に育てられると思うの。どうかしら。僕に任せて。うわあ。じっとしててよ。捕まえた。すごい。ねえ、僕にも触らせて。僕が先。やめなよ。いじめじゃダメだ。いじめてないよ。こいつと一緒に遊ぼうとしてるだけだってば。そうそう、チャールズも触ってみなよ。そんな、僕尻尾ちぎっちゃった。トカゲは恐怖を感じると尻尾を自分で落とすことがあるんだ。本当？気持ち悪い。いい？トカゲの尻尾には栄養がたくさんあるから、なくなったら大変なんだ。この子はお家に戻すよ。もう触っちゃダメだからね。わかったよ。ごめんね、トカゲくん。すぐ生えるよ。名前をつけないとね。よし、今から君をフィンって呼ぶよ。この方がいい？いっぱい食べてね。ねえ、ドッジボールしようよ。いいね。おいしい？尻尾が生えてきたね。よかった。ああ、水がなくなってる。持ってくるね。あ、なんだ？火事！火事よ！今日は僕のせいじゃないよ！僕も違う！みんな、こっちよ！何があったの？下の階で火事が起きてる。一列に並んでついてきて。はい！みんな大丈夫かい？ええ、生徒たちは全員外にいるはずよ。あれ、待って、チャールズがいないよ。チャールズ！よかった、さあ行くよ。こっちはダメみたい。これはまずいぞ。大丈夫だよ、きっと脱出できるさ。ここだよ、みんな。出られないんだ。見て、チャールズだ。まだ教室にいる。チャールズ、チャールズ、チャールズ。ロイ、チャールズは2階の教室にいるわ。よし、了解。誰か助けて。来たぞ。ロイ、よし、行くぞ。うん、じっとしてて。火は完全に消し止めた。怪我人が出なくてよかったよ。ロイ、助けてくれてありがとう。チャールズ、君はすごく危険な行動をしたね。火事が起きたら荷物は置いたまま急いで外に逃げるようにしよう。たとえ大事なものでもね。一人で行動しないこと、先生の言うことをよく聞いて安全なところに出るまで指示に従おう。火事に気づいたら火災報知器を鳴らそう。煙を吸わないよう注意して体をかがめて急いで逃げるんだ。火が強すぎて出られなくなってしまったら屋上に出て助けを呼んで。了解ロイ、忘れないよ。みんな心配かけてごめんね。大丈夫だよ、君のおかげで僕らのペットが助かったんだ。そうだよ、君のおかげだね。ねえ、フィーもありがとうって言ってる。くすぐったいよ。
歩道でしてはいけないこと。ああ、宿題やだな。ああ、それにすごくお腹が空いた。ダグ、少しだけ遊ばないか？ダメだよ、遅くなったらジェニーに怒られる。うん、確かにそうだね。ねえ見て、ピザだ。今日は先着100人ピザが無料だって。え、ピザが無料？うん、もらいに行こう。イエーイ。あ、でも待って、ジェニーがきっと待ってるよ。ピザ持っていけば遅れても大丈夫さ、だろ？そうかな。そうさ。すみません、通りますよ。今日は休む暇がないわね。さてと、ピザを届けるわよ。ケビン、もうすぐ着く？もう近いはずだよ。おかしいな、この辺りのはずなんだけど。あったぞ、さあ食べよう。あれ、ピザのお店じゃないじゃないか。看板を間違えた。あら、ずいぶん混んでるわ。うん、それならよし。ふう、到着、7番通り。ふふふふ、ごめんなさい。え、今度こそこの辺りのはずだ。あれ、待って、匂いがするケミン。いい匂いがしてくるぞ。おー、いいぞダグ、君の鼻なら間違いない。ハクの鼻が近いって言ってる。おお、すごいぞ。あ、見つけた。いいぞ、出た出た。ホットドッグ一つください。やったやったぞ。ダグ、いいから行くぞ。早く行かないとピザがなくなっちゃう。ホットドッグ食べたいよ。すぐ近くだと思うよ。本当にタダでピザがもらえるの？うん、そう言ってた。やったぞ。こっちだ、早く行こう。配達するピザはあと1枚ね。確かこの近くのはずなんだけど。こっちね。え、どうして歩道走ってるんだ？ダグ、急いで、もうすぐ着くよ。今度は本当？早く。スクーターだ。大丈夫？クラクラするよ。スクーターで歩道や横断歩道を走ったらルール違反なのは知ってるでしょ？本当にごめんなさい、歩道を走っていることに気がつかなかったの。でも僕たち避けられたよね。そうだね。いや、それじゃダメなんだ。歩道でバイクが向かってきたとしても避けようとしちゃいけないよ。その場に立ち止まって待つか、もしくは一番近い壁に寄ろう。それからバイクは狭い道でも速く走れる乗り物だから気をつけないとね。特に脇道に入るときやバスから降りるとき、それに歩道を歩いてるときもね。あと二人ともさっきみたいにむやみに走ると事故に遭いやすくなるからね。分かったよポリー。そんな、ピザ食べ逃しちゃった。一体何をしてたのよ。遅れてごめんよジェニー。うん、ごめんね。さあ早くして、せっかくのピザが冷めちゃうわ。え、うわ、ピザだ。うわ、美味しい。
おいダグ、一度に一切れにしろよ。ショッピングモールでのお約束。今日ってママの誕生日なの？そうだよ。だから今夜はパーティーをしよう。やったー、バースデーケーキは大きいチョコケーキだね。え、それお兄ちゃんが好きなケーキじゃない、いちごケーキにするの。ダメ、チョコケーキ、チョコチョコ、チョコチョコ。ピーター、ちゃんと前を向いてなさい。あ、ケーキ屋さんだ。やっほー、待ってチョコ。しょうがないな。うわー、このチョコケーキすっごく美味しそう。いちごケーキだ。チーズケーキを一つ。え、チョコケーキは？いちごケーキは？ママはこのチーズケーキが好きなんだよ。こちらがチーズケーキです。あ、はい。はい、できたわ。ありがとうアンバー。エレベーターに手が挟まるなんて。エレベーターのドアを触るのは危険なのよ。ドアに手が挟まったら怪我をしちゃうでしょ。今度は気をつけてね。うん、気をつける。新鮮なリンゴだな。ママの誕生日なんでしょ。私たちにも選ばせてくれなきゃつまんない。こうなったら僕たちもプレゼントを選ぼう。どうやって？このぐらいでいいか。お、おい待て。ピーター。危ない。パパ、危機一髪だった。ママのプレゼントを選びたかったのか。僕たちだってパーティーの準備をしたいのに。パパが全部選んじゃったら、私たちは何も選べない。え、そうだったかな。パパが悪かった、ごめんな。よし、みんなでプレゼントを選ぼうか。これ。わかった、ママのプレゼントはそれにしよう。さあ、家へ帰るか。パパ、私足が痛い。だいぶ疲れちゃったか。ピーター、持ってくれるか。うん、おいで。パパ、ママが来たら電気を消して見えなくしようよ。そこにケーキを持って僕たちが登場。ママびっくりしてくれるかな。ピーター、手すりにつかまって前を向きなさい。楽しみ。おピーター。大丈夫？大丈夫。ありがとうアンバー。本当に危なかったぞ。ごめんなさい。パパの言う通り気をつければよかった。ピーター、ショッピングモールでの約束を教えるわね。エスカレーターの上ではふざけたり逆向きに乗ったりしてはダメ。乗るときは手すりをつかむようにしましょう。靴紐や服の裾がエスカレーターに挟まると大怪我につながるから気をつけてね。ショッピングカートを子供だけで押すのはやめましょう。自動ドアやエレベーターに駆け込むと挟まったりぶつかったりしてしまうわ。ドアが閉まりかけていないかを確認してね。覚えておいてね。はい、はい、アンバー。ロバート、子供たち帰ったわよ。え、じゃーん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアママ、ハッピーバースデートゥーユー。嬉しい。
ントだよ。子供たちからの贈り物だよ。まあ、本当感動しちゃった。どうもありがとう。いいえ。地震から身を守ろう。あれ、タネはどこだったかな。ああ、危ない。一体何が起こったんだ。ついに新しいスーパードラゴンの発売だ。ホッピーと待って。あれ、入荷した、新しいスーパードラゴン。ああ、これだ。最新限定モデルのワイパー付きスーパードラゴンだ。すげえかっこいい。欲しいよ。ん？ちょっと待ってて、すぐ戻る。こいつならディノキングもイチコロだな。楽勝。地震ですって？そうだよ、すごい揺れたった。大きな被害が出るかも。ん？何かしら。大丈夫。ジョニーは？ああ、大丈夫だけど、一体何が起こったんだ？ピーター！ジョニー！誰かいるぞ！俺が、ここ！助けて！ここだよ！よかった、無事だな。ちょっと待ってろ。すぐレスキューチームを呼ぶ。よし、もう大丈夫。どうもありがとう、ロイ。無事でよかったわ。ん？おじいちゃん、うん、もう大丈夫。大変よ、ピーターとジョニーがおもちゃ屋さんに閉じ込められているの。すぐ急行して。了解、アンバー、あとは頼んだぞ。任せて。これは大変だな。なんで動かないんだ。諦めるな。ここから一生出られないのかな。そんなわけないよ、多分。ジョニー見てみろ、スーパードラゴンが守ってくれてるぞ。スーパードラゴン、スーパードラゴン助けて。頑張ってくれ。大丈夫かい？ロイ、ジョニー助かった。よかったよ。地震は特定の地域で起こる自然災害なんだ。今から地震が起こった時どうしたらいいか教えよう。地震の時は地面が揺れて建物が倒れる可能性がある。すぐに外に飛び出していくのは危険だよ。机やテーブルの下に隠れよう。机やテーブルがない場合は部屋の壁に背中をくっつけてクッションや毛布で頭を守るんだよ。建物が壊れてドアが開かなくなる可能性がある。閉じ込められないように地震が来たらすぐにドアを開けよう。外にいる場合は倒れてきそうなものから離れて空き地のような広い場所を探そう。
みんなわかったかい？はい。えへん、地震は本当に怖いぞ。地面が動いてそこら中のものがぐらぐら揺れるんだ。僕たちは体験したからな。地震だ、地震だ。冗談はやめろ。ああ、地震は怖いよ。車のことを知ろう。おお、こらこら動かないで、頼むよ。スージー、手伝ってくれる？うん。ねえパパ、いつ学校に教えに来てくれるの？ああ、でもね、パパ先生になって教えたことがないんだよ。でもダグのお父さんは教えに来てたよ。あ、じゃじゃーん、楽しいピクニックの時間です。あれ。まあ、まるで新車みたい。すごいわ。ありがとう。さあ行くよ。ポリー、この先は水たまりエリアよ。準備して。了解。よし、止まって。すごい、ポーリー、本当にすごいわ。さすがよ。君もね、ジン。それにこの新しいタイヤ気に入ったよ。これで雨の日に走っても何の心配もいらないね。ねえパパ、なんでミラーばっかり見てるの？うん、それはね、ミラーは目の代わりなんだ。ミラーのおかげで周りの車の動きがよくわかるんだよ。そうなんだ。見てパパ、スピードを出して、赤になっちゃう。ケビン、それじゃ危ないよ。信号が赤になっても急には止まれないからね。おい、もう少しで当たるところだぞ。ごめんなさい。うわ、今のは危なかったね。スピードを出してると急に止まるのは大変なんだ。横断歩道を渡る時も車が避けてくれるなんて思っちゃダメだよ。止まったことをしっかり見てから渡るんだ。わかった。おい、スージー、手を使うのは反則だぞ。おいしい。こっちだ。よし、あるぞ。まあ大変、午後はこれから天気が悪くなるみたい。雨が降るのかい？前に嵐が来た時は大変なことになった。町中の安全を確認した方がいい。そうだね、早速行こう。うん。はあ、ラッキーだった。雨に降られなくてよかったよ。車の中だからもう安心だよね。うわパパ、これじゃ道路がよく見えないよ。そうだね、夕方は一番見えにくい時間なんだ。それにこの雨だからね。そのせいで運転が大変だ。もう二人とも寝ちゃったわ。大丈夫かい？大丈夫だよ、ポリー。車は生活を便利にしてくれるし、とてもいい友達だよね。でも車のことをよく知っておかないと、まるで怖いモンスターのようになるんだ。じゃあ、車について知ってほしいことを話すよ。一つ目、車は急には止まれないし、急に曲がることもできないんだ。だから車が走ってくるのが見えたら、通り過ぎるのを待つか、ちゃんと止まるのを確かめるまで待っていよ。それから渡るんだ。二つ目、雨や雪の日は道路が滑りやすくなるから車もふらついたり滑ったりすることがある。それに雨や雪の日は運転手も前がよく見えないんだ。だから歩くときは道路から十分離れた場所を歩こう。
3つ目、もし車に乗っていて事故に遭うと何かにぶつかったり転がったりしてしまうかも。怪我をしたら危ないよね。だから車に乗ったらまずしなくちゃいけないのはシートベルトを締める。みんな僕よりよく知ってるね。車のお帰りだ。ピカピカだろ。本当に新車みたいだ。本当ね。ピカピカ車。ね、夜はどこかに食べに行かない？いいね。